アントン・コービンは、オランダ生まれのロックフォトグラファー、映画監督、U2、デビット・ボーイ、ビョークラを撮影し続けてきた。ロンドン在住、高校時代に音楽を通じて、写真の魅力に目覚めたという。1972年野外コンサートで、父親のカメラを仮写真を撮った後、ステージ写真から、ポートレート写真に進んだ。1979年からは、 ロンドンに住居を構え、最も影響力のある、ポートレート写真家の一人として、広く、世界から認められている。これまでに公尾の被写体となったのは、前述のユーツーラを除き、マイルス・デイビス、フランク・シュナトラ、クリント・イー・ストウッド、キャメロン・リアス、ウィリアム・ウェス・バローズ、トム・ウェイツ、アレン・ギンズバーグ、イザベラ・ロッセリーに、ナオミ・ギャンベルなどである。また、1983年に、 写真家として初めてスチール写真とビデオを組み合わせた作品を作って以来、U2、デペッシュモード、ジョニー・キャッシュ、マーキュリー・レブ、ニル・バーナ、メタリカ、ニック・ケーブ、ザ・キラーズなど、約80本に及ぶミュージックビデオの監督もいった。デペッシュモードに関しては、 アルバムのジャケットデザインやコンサートの演出を長年に渡り手がけている。近年では溶接したジョイディビジョンのメンバー、イアン・カーティスの生涯を描いたドラマ、コントロールで映画監督デビューを果たす。監督第1作目ながら、第60回間の国際映画祭カメラ、ドールや英国インディペンデント映画賞など、名だたる映画賞にて高い評価を集めている。ありがとうございます。